日田和の心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立。お願いします。こんばんは、日田和こと平井和孝です。大吾翔大学時代のお話の続きです。お寿司屋さんでアルバイトをしていた大吾翔にある日、若旦那が聞くんです。君は何のためにアルバイトしてるんだと。大吾翔はオートバイが欲しいんだと答えます。若旦那もバイクに乗る人なんです。それを聞いた若旦那は、オートバイ危ないから、どうせ乗るんだったら限定解除取りなさいと言います。限定解除とは大型免許のことです。バイクの大型免許はそう簡単には取れません。かなりの技術がないと合格できないんです。つまり若旦那が言った危ないから限定解除取りなさいの意味は、それだけの技術力を身につけてから公道を走りなさいという意味です。私もバイクに乗りましたからよくわかるんですが、これ本当のことで、中途半端な技術ですごいパワーのあるバイクに乗ることほど危ないことはありません。若旦那それよく知ってるんです。大吾翔は若旦那のそのアドバイスを聞いて限定解除を目指します。大吾翔が免許を取ったのは府中にある試験場です。実は府中の試験場には近くに試験場と同じコースを持ってる練習場があるんです。つまり同じコースで練習ができるんです。ちゃんと教官もいて試験のポイントやコツを教えてくれるんです。大吾翔がすごいのは、その教官に言うんです。まず見本を見せてくださいと。普通は教官のアドバイスを聞きながら自分がバイクに乗ってコースを走るんです。でも大吾翔はまず完成形を知りたいと思うんです。本番の試験でどんな風にやったら合格できるのか、まずその完成形を知ってから練習した方が絶対に効率よく早く確実に免許が取れることを大吾翔は知ってるんです。教官は驚きますよ。え、いいの？その時間乗れないよって言います。いいんです、いいんです、まず見本を見せてくださいって言って、教官の運転をじーっと見てるんです。そして完成形のイメージを頭に叩き込みます。それからやっと自分が乗るんです。そしてその後は徹底的に真似をします。そんな感じで何度か練習場に通って、最後一発で合格したそうです。大吾翔さすがです。続きは来週です。お楽しみに。聞き逃してはいけません。